あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。その時イエスは群衆に、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので、12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば、周りの村や里へ行ってやるおとり、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚の匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは、男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。と言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。すると、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンの靴を集めると12カゴもあった。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。